ありがとうございます。もうどんどん元気になるね、これは。いいね。ちょっと気持ちいいね。気持ちいいですよ。はい、この次ですね、はい、歌わせていただく曲がですね、会場を温めるために僕たちが作ったと言っても過言ではない、はい、チャレンジャーという、先ほどご紹介ございましたテレビのエンディング曲になったりだとか、はい、ラジオのオープニングテーマソングに、はい、使っていただいたり、横浜 DeNA ベースターズ、大事だよそこ、大事だよ、ちょっとね、横浜 DeNA ベースターズの峰井宏樹選手、キャッチャーですね、はい、の選手の打席に立った時の登場曲、はい、そちらも歌わせていただいています。その曲ですね、チャレンジャーという曲をですね、はい、今から歌わせていただきます。この曲はですね、皆さんで一緒に一丸となっていろんなものを振り回すというですね曲になってます。はい、そうですそうです、髪の毛も振り回してください、はい、いいですよ。そして、ニット帽も振ります。マフラーを巻いてる方はマフラーを振ります。そしてタオルを持ってきてる人はタオルを振ります。はい、タオルが一番嬉しいですけどね。そうですね、はい、きっとですね、これお店の方もですね、ニット帽を取ってこう回してくれるんじゃないかなと思ってますけども、ニット帽、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、チャレンジャー、最後皆さんで掛け声ございます、はい、わーっていう掛け声ございますので、そこは僕たちに乗ってもうテンションで来てください。どんどん来てください、よろしくお願いします。ではチャレンジャー来てください。なんで下がったんだ。この曲が唯一僕らが盛り上げる曲になっておりますので、皆さんよろしかったらこの会場を一つにしたいので盛り上がってください、よろしくお願いします。みんなで龍馬の名前を呼んでください、はい、せーの、龍馬。さあここから始まるストーリー、作り出す新たなヒストーリー、動き出した時計の針は止まることはない、語るだけの夢ならいらない、一か八か勝負の選択、強く思う気持ち抱きしめて、今立ち上がる期待を乗せて、この鼓動を加速させよう、全力で待ってあがれ、風よりも早く走り抜けろ、真似ばかりじゃ光は見えない、どれだけ一歩前へ進むか、苦しみ悩むか、時に自分自身を見失い不安で壊れそうな時もある、壁さえ上がれ、自分さえ上がっていきましょう、みんなでいくよ、せーの、みんなで。
すごいよ一体感。聞いたことあるどっかで。ありがとうございます。ありがとうございます。チャレンジャーでした。これがチャレンジャーです。ありがとうございました。